佐野史郎は日本の俳優、映画監督、島根県松江市出身。医師である父親がインターン勤務で山梨にいた関係で山梨市に生まれる。佐野家は島根県松江市で代々続く以下。生後間もなく東京都世田谷区に移り、後練馬区に転居。7歳の時に父親が松江の実家を継ぐため郷里の島根県松江市に引っ越す。 島根大学教育学部附属中学校を経て、島根県立松山南高等学校を卒業。上京後、美学校の中村博士油彩画工房で絵を学ぶ。1975年、劇団、シェイクスピアシアターに創設メンバーとして参加。1980年、東十郎主催の上京劇場に移り、1984年まで在籍。 1986年に林海昌監督の一般公開デビュー作となる夢見るように眠りたいの主役で映画に初主演した。1992年、ずっとあなたが好きだったのかつらだ冬彦を演じたことで広く知られるようになり、冬彦さんイコールマザコンとなるほどのブームを生んだ。冬彦役の影響から指摘ながらもどこか狂気を宿した演技での起用が、 多いが、正当派演技からコミカルな演技まで幅広くこなす。世にも奇妙な物語シリーズには、初期の頃から出演しており、実質準レギュラー的存在である。1995年からは、竹内十一郎と各年活動の演劇ユニット、JIS 企画を組んで、ホンダ劇場をメインとして活動していたが2004年から活動を休止している。2018年、 限界団地で連続テレビドラマ初主演を果たした。2019年11月6日、茨城県内で行われたダウンタウンのガキの使いやら編で、年末スペシャルのロケ中に腰痛を骨折し、全治2ヶ月と診断される。2020年1月14日スタートの銃の秘密の撮影でドラマの仕事に復帰。2021年5月4日、 腎臓機能障害のため入院することになり、出演中の TBS ドラマ、リコカツを考案することが発表された。第3話までの出演となった。代役は平田光が務める。7月10日、退院。妻の石川真希は、上京劇場出身の女優で、かつて弾いていたバンド、タイムスリップのボーカルである。夫婦でコマーシャル出演を果たしたこともある。 松江の委員は弟が継いでいる。ありがとうございます。